皆さんこんばんは、キューニーFです。今日はヘラクレスのさなぎの角についてのお話です。角曲がり、角折れ、せっかく1年以上育てた幼虫が最後に角が折れて残念な結果に終わることも多々あります。そうならないように全幼になったタイミングで人工幼室に移してあげるとある程度の角折れは防ぐことができます。ただこの人工幼室がくせ者です。ヘラクレスの角の湾曲は幼室の形状と同じ形になります。なので理想のカーブになるように人工幼室を作ってあげるのですが、相当な回数をこなさないと結構曲がってしまいます。たとえまっすぐなさなぎになっても羽化した時に鉛筆みたいなまっすぐな角ではサイズは稼げるかもしれませんが、かっこ悪いですよね。今日は使える条件がありますが、条件が合えば人工幼室に移さなくてもまっすぐで理想のカーブになる方法をお伝えしたいと思います。使える条件は、まず幼室先端がケースの壁に当たっていない、先端がしっかりと残っていないとできません。次に幼室のサイズ、たまにオスなのにメスが作るサイズの小さい幼室を作る幼虫もいます。そういった場合は人工幼室に移しましょう。ただこの方法が 100% まっすぐなるというわけではございません。まっすぐになる確率が高いというだけですので、これで曲がった場合は運がなかったとして諦めてください。それでも慣れていない人工幼室に移すよりは間違いなくまっすぐになる確率は高いです。そうこうしているうちに幼室の中が見えてきました。暴いて全体を見てみましょう。ここで一つポイントなのですが、マット交換をしてて突然予想外の幼室を発見してしまった場合ですが、外から見て小窓が見えない場合はここで暴くのをやめて2から3週間ほど置きます。ここで暴いてしまうと全幼になりきっていない場合、幼虫は壊れた幼室を諦め再度別の場所に幼室を作ろうとします。そうすると体重が減少してしまい、成虫になった時本来のサイズより小さな成虫になってしまいます。もし待っている間にさなぎになってしまっていたら、その時には自分に運がなかったと諦めましょう。ようやく幼室の全体が見えてきましたが、今はまだこの状態です。この状態で幼室の下の方で幼化が始まれば問題ないのですが、幼室の上側に幼虫が上がりそのまま幼化してしまうと幼室先端に角が当たってしまい、図のような釣り針みたいなさなぎになってしまいます。なのでこの先端を取り除いて先端に角の先が当たらないようにしてあげます。ではやっていきましょう。ここを取り除いていきます。潰しながら返しがなくなるように押さえていきます。
こんな感じです。これなら幼虫が作った自然なカーブを利用しつつ、角曲がりも防ぐことができます。ここまでやっても曲がった場合は、少なくとも折れることは防いでいるので、もともとそういう運命だったと諦めましょう。最後に幼虫を戻して終了です。あとは乾燥対策をしながら8日を待ちましょう。対策した幼虫がさなぎになりました。ちゃんとまっすぐになったので成功です。別の個体ですが、これもきれいにまっすぐなさなぎになってくれました。私は人工養殖は最後の手段で、できることなら使いたくはないと思います。ヘラクレスは角曲がり対策に人工養殖を使うのであって、ヘラクレスイコール人工養殖を使わなければならないというわけではないので、羽化はできるだけ自然養殖を使ってあげましょう。羽化時に人工養殖を使っても、羽化後は自然養殖に戻してあげるといいです。それが一番羽化不全が起きにくいと思います。この動画で1匹でも多く角曲がりが防げたらいいなと思います。